続いてスバリストのコーナーです。今回のスバリストは元株式会社スバルの社員でいらっしゃいます鈴木健二さんです。今日は愛車のレヴォーグに乗ってお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、元スバルの社員ということですが、これまでどんなことを取り組んできたんでしょうか。昭和44年かな、 R2 の出た頃入社したんですけど、それから40数年、もっぱら生産技術って言いまして、新しい車を出す時にもちろん設計がいて車を試作して実験して改善してるんですけど、その後で製作所製造側でその情報が来て、そこで工場の設備だとか事故部だとか人の手配だとか、それをやる部門ですね。最後の工程の方の担当ですね。それずっとやってました。特に思い出に残っていることとかありますか。アメリカに出張したこと、アメリカのスバル SIA 楽しかったんですね。そこで英語も多少興味持って勉強したんですけど、結局最後は忘れちゃいましたね使わないとダメなんですよねでは続いてこだわりのお車についてお話を伺っていきたいと思います。はいはいはい、今乗られている車はレヴォーグということなんですけれども、はいはい、これはいつから乗られているんですか。今年乗り換えたんですけど、1月の22日ですかね。なぜレヴォーグにしようと思ったんですか。ずっとスバル乗ってましたけど、もう十数台変えてますけど、最後はやっぱりターボとかサンルーフ、ちょっと昔で言うと贅沢品、わがままな車に乗りたいなで、今度やっぱりターボが出たんで、ぜひレヴォーグのターボで、サンルーフはと思ったら設定がないんです。だからサンルーフは次のチャンスにお預けですね。これまではどんなお車乗られてたんですか。レオーネクーベブルーのフロントグリルがこういう雷のマークのようなリアのコンビランプ斜めになってかっこよかったんですよね。クーペスタイルで、それが始まりで、デーラーで買ったんですけど、中古で買って、それから中古を毎年取り替えてて、乗ってないのは WRX ですかね。これ憧れなんですよね。で今年 WRX のセダンが、来年かな、出るらしいんで、ちょっと興味あります。これまたかっこいいんですね。最近のスバル本当にかっこいいんですよね。今のレヴォーグのお気に入りのポイントとかありますか。やっぱり加速と、加速はターボですから当たり前なんですけど、ステアリングとブレーキが抜群ですね。品がいいというか、非常にゆったりというか、落ち着いて安心して乗れる、そこが気に入ったところですね。乗り心地というのが一つお気に入りのポイントなんですね。はいはいはい、そして鈴木さん、かなりお車こだわっているということで、いろいろカスタムされているんですよね。はいはいはい、外装はやっぱりちょっと格好つけたいじゃないですか。車を改造する技術も多少経験があるんで、そういった意味で、テープ貼ったり塗装したり、自分なりの考えで、それが趣味みたいなもんですね。白のボディにこの赤いラインが非常に特徴的ですよね。これが映えるんですよ。映えるってやつですかねアルミの赤もそうですね。あれでドアミラーとコンビでバッと閉まるんです。あれ黒のボディだと赤は似合うのに沈んじゃうんですよね。派手といえば派手ですけど、派手すぎず地味すぎずって言いますかね。ディーラーオプションもいろいろとつけているということですけれども、今考えていることとかありますか。はい、トータルでね、28品目アイテムつけてるんです。そのうちの3つは最近ディーラーさんに注文したばっかりで、まだ着てない、装着してないんですけど、フレキシブルパーツですね。フレキシブルタワーバーとか、フレキシブルドロースティフナとか、あと新発売のフレキシブルリアドロースティフナ、これがもう楽しみで、やっぱり多少走りはね、こだわるっていうか気になる方なんで、それで強化しようと。そして今後自分でカスタマイズやりたいことはあるんですか。そうですね、フロントピラーの、日中走ってるとこの白いピラーの色がガラスに映って気になるんですよ。これを黒くすると見えなくなるというのを YouTube でもやってまして、それを自分でやろうかなと。塗装するか貼り物をするか分かんないんですけど、それをやりたいなと。あとはダブルホーン化っていって、ローとハイと2種類の音同時に鳴らすんですけど、ちょっとかっこいいよ、ビッってなるんですよ。それにもう部品が揃ってるんで、それを後で改造しようと思ってます。すごい、そんなことまでご自身でできちゃうんですね。
そうですね。今回のスバリストは鈴木さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。